動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。年末に向けていろいろと準備をしてるというか、まあ、お休みですよね。うちは実家が近いので、まあ帰省するっていうのもそんなに難しいことではないですよ。なので今日はちょっと父ペン母ペンと買い出しに行って、年末ですね、31日、大晦日の何食おうかみたいな、そういうのの買い出しをしておりましたよ。でカニですよね。やっぱりなんか年末っていうとカニを食べたりとか、鍋にしてカニを食おうみたいな、そういうことがありますけども、どうなんでしょうね。なんかこうやって動物とかそういう水族館とかに行ってるとさ、毎回毎回この時期にカニ食われる側の身になっちゃうんでね。そう考えるとさ、カニもなんかこう、なんでお前らは本当にこの時期にだけ俺らのこといっぱい食うんだよ、ふざけんなよって感じですよね多分。昔さ、これズワイガニとかじゃないんだけど、ワタリガニ、生きたワタリガニが店に並んでましたよって言って、そのスーパーでさ、並んでるから、ああ生きてるんだこのワタリガニすげえとか思ったらさ、普通にその歩き出して地面に落っこちて、そのまま逃げそうになっててさ、どうしようどうしようと思ったら、普通におばちゃんが、ああ、あんた逃げたらいけんやろうがっつって、そのままワタリガニを捕まえてで棚に戻してましたけども、なんか食われる側って大変だなって思いますし、逆に言うと人間っていうのが食われる側から外れちゃったことによって、なんか危機管理とかね、死というものを身近に感じなくなったことで、いろいろなデメリットっていうのがあるんじゃないかな、この世の中でもそうだと思いますけども、なんかそういうデメリットってあるんじゃないかなと僕は思いますね。というわけで今日はそんなメリットデメリットの話、進化によるデメリットのお話です。アリグモはアリに似すぎたせいで獲物を捕まえるのが難しい。兵庫県立大学人と自然の博物館よりということでございます。でこの研究なんですけども、兵庫県立大学と、はじめとする研究者らは、このほどアリそっくりに擬態したアリグモが擬態によって跳躍力や獲物の捕獲能力を低下させていることを明らかにしましたというわけですね。でそもそもこのアリグモという生き物はどういう生き物かというわけでございますけども、まあ、名前が示す通りアリにそっくりなんですよ。でアリって昆虫界では嫌われ者なわけですよ。なんでかっていうと、あの強力な大顎だったり毒針を持って、んで敵に向かっては集団で攻撃をして、うわーっつって結構アリにやられちゃってる昆虫の映像なんかよく見ますよね。ということでございますので、アリを嫌う生き物っていうのは非常に多いんですよ。でこのアリグモさんはアリに姿を似せることで捕食者などから身を守っていると考えられているわけです。実際カマキリっていうのはガラス板越しにアリのシルエットを見せただけで、逃げ出すっていうことが確認されておりますので、身を守る上でアリに擬態するっていうのは非常に有効なことなんです。ただ世の中には矛盾という言葉がございまして、これが身を守るための盾だとすれば、こっちがどうなっちゃうのかっていう話です。はい、ジャンプがあんまり得意じゃないのは擬態のせいなんじゃないかと言われております。もともとクモ類っていうのは足に大きい筋肉とか持って、例えばカンガルーみたいな感じでピョンピョンって飛んだりとかするわけではなくて、跳躍する際は、頭胸部っていうのかな、で体液を圧縮して、それを足に押し出すことで脚力を生み出しているということが古くから知られているんですけども、アリグモはこの体型をアリに似すぎたせいで跳躍力がなくなっちゃったというわけなんです。で今回このボルネオ島やタイに生息するアリグモの7種86個体と、アリに擬態していないハエトリグモ、まあ皆さんのお家にいっぱいいますわね、ハエトリグモってたまに見て出てくる、あのちっこい巣を作らないハエトリグモですけども、ビデオカメラで記録しながら、それぞれの跳躍距離や獲物の捕食成功率について測定したと。でその結果、アリに擬態していないハエトリグモは体長の3倍ほどの距離を跳躍できたのに対し、アリグモ7種では最大でも体長と同じぐらいの距離しか跳躍できず、中にはほとんど跳躍できない種も確認されている。
またこれらのアリグモの捕食成功率、捕獲成功率は大きく低下していましたというわけですね。なのでアリへの擬態能力っていうのは高い防衛効果を持つ反面、捕食能力、捕獲能力、敵というか餌を捕まえる能力っていうのは低下しているのではないかという、そういう話でございますね。なので、まあ、わざわざ著しく能力が低下してしまうようなアリ種を選んで擬態するアリグモっていうのが本当にいるのかどうかっていうことで、まあ、まだまだ研究を進めないといけないわけでございますけども、やっぱりその万能な生き物っていうのはどこにもいないわけでございますね。人間はえらいえらい進化してるだなんて勘違いしてる人いますけども、それはただ道具を使ってるだけの話ですからね。進化してないわけですということでございまして、アリグモはアリに似すぎたせいで獲物を捕まえられないというニュースでございました。